はい、ということで、何でしたっけ、アザカスの、アザカスの、はい、企画で、アザカスプレゼンツ、秋彦、ドド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 、ププ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 プ、ダイエットスーパーダイエット企画。ということで、ちょっといいとこ見てみたい。はい、始まりました。いやー、素晴らしい。いや、この企画はですね、アザカス、我々のクルーであるアザカス、それの中でも、いや、一番のね、パッと見でかいディーブこと秋彦くんにダイエットしてもらうという企画でございます。スーパーわがままボディのせんなめということでね、今何キロあるんでしょうかね。なんだろう、小型の力士ぐらい、女の子4人か5人分ぐらいじゃないですか。40キロぐらいの女の子だと、まあ4人、まあ5人はいかないかなぐらいな感じだと思うんですよね。まあだから、まあ確実に彼は呼吸をしているけれども、酸素が行き渡っていない状態のことは間違いないと思うんですね。体には負担がかかっている、っていうのが前のミュージックビデオを撮った山登りの時もそうだったんですけど、この間早起きしたら、なんか死にそうになってて、原因が分かんないからちょっと休みなよって言ったんだけど、原因が分かりました、本人からの連絡で。そうですね。ということで始まった今回の企画。はい、今回、始まったわけですよ。まあこれはね、あの前々から痩せろ痩せろとは言ってはいたんですけど、ね、なかなかやっぱり本人の強い意志がこうないと、やっぱりね、あの体重から普通の体型に戻すのはなかなか辛いものがあるということでね、まあ、そうですね、その周りの我々がね、サポートしつつ、まあ、老後、60歳以降もそうですね、元気に生きていきますように、50年までにはマイナス80キロを目標に掲げ、マニフェスト掲げて、そうですね、あの秋彦さんの体調管理していこうというような、あの今のこの世論の流れになってまして、まあ本当本人にとってもいいと思うし、まあ僕たちにとっても、まあ非常に、あの彼が健康になりつつ話題も作れるということで、あの非常に期待しております、あの皆さん彼の健康を祈りつつ、このダイエット企画が成功するように、あのみんなで応援とチャンネル登録の方よろしくお願いします言わねえと思ってた、俺言うからよ。あのもうね、この企画をやるにあたって、あの私はもう自腹で、あの体重200キロまで測れる体重計を買いました。もうね、いやね、なかなかね、100キロぐらいまでしか測れるところがなくて、最後に測っ、彼の体重を最後に測ったのは、どこかの温泉に行った時に200キロまで、あのこう行けるやつで測った時に確か150キロぐらいだったんですよね。そう、すごい、あのまあ壮絶な命をかけた、まあ面白い風に言ってるんですけど企画なんで、そうですね、いつ彼のね、拍動が止まるかわからない状態で私たちは活動を続けてきてるわけです、はい、まあ、そこに対して、まあ健康面から言っても、これからの私たちの活動にという点においてもプラスになると思うので、はい、あの秋彦が、ああ無事、秋彦つっちゃったディーブ、まあもう秋彦出てるけど、ね、そうか80キロ、まあ推定約半分の体重になった時には、私たちも、あのね、今よりより健康な体を目指して努力ができていくことができると思うんで、皆さんが
彼の、これからの生活や、体調管理といったものを、しっかりと過ごしていく中でね、管理できるようになるように応援の方よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということで、これはあれですかね、あのインスタグラムのインスタグラム TV 限定公開の皆さんへ の, あのコメントということで、うん、まあそういう感じなので、あの、はい、皆さん多分 YouTube にアップロードしていくと思うので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとなんかシェアとかもお願いします。いろいろシェアとかリツイートとか拡散とか、本人から何それみたいな知らねえみたいな、知るわけ、今さっきだったんだもん、知るわけないでしょちなみになんですけど、これはもう本人にはまだ何も言ってない状態で始まっておりますので、はいはい、そうで、まあそう、曲とかもマジいいのを使ってるから、うん、さっき、まあ、全部フリースタイルで撮ったんだけどまあこれもね、あ、じゃこれはでもあれだな、インスタグラム TV と YouTube に、まあ、YouTube バージョンはこの動画の前に、うん、あのさっきのオープニングが来るっていう感じでアップロードしましょうか。そうですね、まあこれを見てちょっと苦情が来るようだと、うん、停止せざるを得ないシチュエーションにもなりかねないん で、うん、で皆さんが、もう応援してくだされば、そうですね、もうやらざるを得ないっていうふうになると思うんで、うん、そうです、まあ、もう見たいよって、うん、そうですね、みんながやっぱ見たいよっていう声が多ければ、うん、やっぱ本人もやる気が出てくると思いますの で、うん、でディーブにね直接声かけられてくれる人はかけてもらって、はいはい、この企画が頓挫しないような形で進めるようにちょっと願ってるんで、そうですね、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。思いつきだぜ、I'm when バイバイ。